おはようございます、ダニエルです。今日も朝ね、結構早めに起きて Uber Eats に行こうかなとね、もう意気込んでたんですけど、あとは結構雨降ってまして、今日はやめっていうことで二度寝をかましてしまいました。そんなね、タイマーに溢れた人間なんですけど、一日のルーティンを取っていこうと思います。まずいですね、靴下がね、洗濯しなさすぎて、なんかこの短い靴下しかないんですよ。もう最近これめっちゃ寒くて、洗濯しますわ、帰ってから。なんかね、雨もちょっと嫌なみたいで、何しようかなと思って、なんかパッと思いついたのが、鬼滅の刃の映画見に行こうと思うんですよね。今なんかね、ちょっと調べたら、近くの映画館とかやってなくて、渋谷まで出やなあかんのやけど、まあね、流行り物には乗っかりたいなと思うんですけど、鬼滅の刃ね、漫画もアニメもね、一話も見たことないんですよ。ちょっと予習というか、YouTube で調べてみよう。鬼滅の刃。柱として不甲斐なし。瞳に漢字書いといてすごいな。最近 Uber Eats が特に平日にやったらすごい暇な時間が多いんですよね。仕事が来なくてぼーっとする時間が多くて、そういう時にやっと仕事が来たと思ったらすっごい遠かったりするんですよ。遠い配達っていうのは時間がかかる上に全然稼げないんですよね。っていうのもあって、そういう不満が募って募ってで、最近サボり気味なんですよ。あーまずいな、サボって大丈夫なんかなって自分でも思いますけど、本当に南北地を言っても仕事もお金も増えないんで仕方ないんですけど、まあ、そういうもやもやした気持ちをしながらね、この渋谷のところまで来ました。それでエスカレーターが使えなかったということで、もうすごい遠回りになったんですけど、シネマの方向かっていこうと思います。まさかね、もう上映してるんですよ。10分ぐらいオーバーしてて僕の時間を見ずに入れるような気もするんですけど、まあ本当にゆっくり来てしまったから、結局ね、もう上映10分後ぐらいにね、入る羽目になったんですけど、だからね、もっと急いで走れよって言いたくなるんですけど、まあここ店員さんがいなかったんでね、そもそも待たないといけないところでしたね。鬼滅の刃の映画に見終わってきました。アニメも漫画も全く見たことがなかったんで、あらすじがわからなくてね、だから映画始まって初めの30分ぐらいは正直ね、見てて辛かったんですけど、でもね、後半戦はね、なかなか面白かったなと思いますね。何がどう面白かったかって伝えるのが今の僕の役割ですから、ね、僕と同じように漫画とかアニメとか全く見やんっていう人でも、映画の鬼滅の刃だけでも見に行ってみようかなっていう気にさせるのが僕の今のミッションというか、この YouTube で発信している意味でありますからね、そこをね、詳しく説明いたしますと、敵が出てきて戦ってるところが面白かったですね。映画を見終わってね、ちょっと買い物をしたんですけど、それで他用事ないんで、もう家の方に帰ろうと思います。ほんとね、びっくりするぐらい自由気ままに来てるわけなんですけど、こうやって家に帰ってみたらもう真っ暗でした。ほんとね、今日一日何だったんだろうっていうね、絶望が襲ってきますね。はい、というわけで、ね、料理を作っていこうと思います。今日はめっちゃ美味しいっすよ。まずはですね、このええ感じの卵をね、2つこの卵の中にね、まあ、味付けみたいな感じで鶏ガラスープも、めっちゃ入った、まあいいか。でこれね、本だしっていうのもね、こんな感じでね、あとになんか鰹節がね、なんかちょっとだけ残ってたから、もう残ってるの全部入れちゃうみたいな感じで、あとはもう定番の醤油、ピピーン、まあ、卵と醤油ってね、相性抜群やからね、卵かけご飯が物語ってるかのように、まあ、こんな感じで味付けでね、いろんなものをブクブク入れるというね、まあ、一人っ子政策みたいな、そういうイメージでやってるんじゃないかなと思いますけど、もやしでもね、ちょびっとぐらい入れようかな。もやしは安いからね。これえのきってさ、もう下の方まであるけど、どこまで食べれるんっていつも思うんやけどな。全部食べれるんかな。全部食べれるっていうことを信じて、このバラバラえのきをとりあえずこの中に放り込んでいきます。まああといるかどうかわからんけど、トマトでも入れとこうかな。ミニトマトってお菓子感覚でね、ひょいひょい食べれるような気がするんやんか。本を読むときにミニトマトをつまむっていうね、なんかもうめっちゃ健康にいいつまみになるんやんか。これもう匂いからしてめっちゃうまそうやん。まあ、形なんかどうだってええねん。形なんてな、プロに任せたらええねん。自分で仕上げるってことでもうええか。はい。はい、これめっちゃうまそうでしょ。パッと見ね、ヘルシーそうで、もうフランスっぽいようなね、感じがするんですけど。量がめっちゃ多いからね、もうそこはアメリカンサイズみたいな。ちょっとね、多国籍な飯になりましたけど。うまっ！ 2 分3分ぐらいで作れたかな。まあ、焼くのもね、ほんとすぐ一瞬やったから。いや、もう本当にね、この日も一日あっという間に時間が過ぎてしまって、すぐに暗くなったっていう感覚なんですけど、でも夜のご飯の時はゆっくりした時間を過ごせてよかったなと思います。それでは今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ。